こんにちは。いつも YouTube ご覧いただき誠にありがとうございます。動画の中で使っている材料やツールなどは概要欄にも添付していますので、どうぞご覧ください。さて、今日は、同じグレープフルーツの、中の実をきれいに簡単に取る方法をお見せしたいと思います。グレープフルーツ、まずこちらのヘタの部分、ちょっともう厚めに落としてください。はい、そうしましたら、もうざっくりと実のところまで厚めに皮を剥いていってください。このように剥けましたら、白いところが残っていたら取ってあげるといいでしょう。はい、このようにできましたら、このグレープフルーツの袋のところ、ここにざっくりナイフを入れてください。そしてまた片側の袋の部分から、はい、このようにざっくりナイフを入れていってください。気持ちいいように剥けていきます。はい、こんな感じです。背わたは少し取ってあげてあげると繊維も残らずいいでしょう。このまま召し上がっていただいてもいいですし、お酒に使っていただいてもいいと思います。グレープフルーツ、カットの作り方です。果肉の取り方です。どうぞお試しください。気持ちよく剥けます。